もう帰りたい。皆さんこんばんは、一ノ瀬かなです。このオープニングパートは番組収録後に撮影しています。今回は、たっぷりとシカゴのお話をしていたりとか、アメリカが満載なそんな回となっております。それでは楽しんでいってくださいね。一ノ瀬かなの秘密の部屋。ハローエブリワン、ウェルカムトゥ秘密の部屋。 My name is かな一ノ瀬。はい、ということでみんな、今日はアメリカのシカゴから放送をお届けしておりますよ。イエーイ。なんかこれ見たことあるような気がする。はい、ということでシカゴは朝8時半でございます。イエーイ。はい、ということでね、なんかね、すごい、これはきっとダウンタウンかな。シカゴのダウンタウンもね、何回も行ってきて今もいるんですけれども、本当に素敵な街ですよね、皆さん。はい、ということで、あ、アメリカだからなんか聞こえてくる。あ、ダパンプさんの USA。 はい、はい、あ、アメリカだからね。はい、そして、あ、何？アメリカだからアメリカンドッグ。戻します。これは作家さんのご飯に。あ、あれ、なんだ、待って、何か起こっている。はい、あ、海外だから、あ、ちょっと、あれ、幻覚。私が、あれ幻覚かな。はい、ということでね、ちょっとスタッフさん、ちょっとカメラを戻してください。ここがね、日本だってバレてしまう前に。あ、はい。グダグダやないかい。はい、ということでコントシカゴでした。なんとね、ここはね、グリーンバックにしていただいているんですよね。ということで、もちろんね、帰ってきております。日本に帰ってきてしまいました。はい、ということでシカゴのお話はこの後たっぷり話していきますよ。お楽しみに。それでは一ノ瀬かなの秘密の部屋、最後までゆっくりしていってくださいね。一ノ瀬かなの秘密の部屋、この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。一ノ瀬かなの秘密の部屋。はい、ということでアメリカから帰ってきました。ただいま。はい、いや、本当にシカゴ楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった。多分人生でベスト5に入るくらい楽しかったと思います。そのくらい、はい、って感じなんですけれども、今回は、アメリカのシカゴで毎年行われる、アニメイベントのアニメセントラルに、A Night in the Dark のゲームの、でお呼ばれして行ってきました。で、久保ゆりかさんと一緒に行きましたよ。なのでね、久保さんともよくお話しする機会があったんですけど、本当に優しくて素敵で面白い方で、なんかお話ししててすごく楽しい方だなっていうふうに思いましたし、本当になんか気遣ってくださって、本当にいろいろ本当に感謝しかないです。
な久保さんも大好きになりました、このアメリカでありがとうございます。はい、そしてね、アニメセントラルでは、お仕事としては1日目2日目ってあったんですけれども、サイン会と Q&A が、シカゴついて2日目くらいにありまして、1日目が私個人のサイン会と Q&A で、2日目がLight in the Dark のサイン会と、トークショーみたいな感じだったんですけれども、なんかすごいね、サイン会に並んでくれるこう海外のファンの方たちがめちゃめちゃやっぱ純粋な方々が多くて、なんかこうアニメを好きっていうやっぱり共通点で言うと、なんかやっぱ日本のファンの方と同じ目をしていましたなんか素敵な澄んだ目をしていて、あ、なんかアニメはなんか海を越えてもなんかこう好きでいる人は変わらないんだなっていう風に思いましたね。なんか本当に素敵な方々と一緒になんかね、サイン会ができて本当に嬉しかったです。すごい私のね、出演してる作品のなんかいろんなねキャラクターのことを好きでいてくれたりとか、なんかあとやっぱりコスプレしてる方が多かったので、なんか私の出演してる作品のコスプレをしてる方も結構いらっしゃって、なんか話しかけてみたりとかしましたね。そうなんです。あ、日本語で喋ってくれたりもしました。そうなんですよ、結構皆さん一生懸命日本語で会話してくれようとして、そうなんです、そこがすごく嬉しかったのと、まあ通訳さんがねいらっしゃったので、隣にね、質疑応答の時もサイン会の時も通訳さんがいらっしゃったので、通訳さんを介して基本的に喋るって感じだったんですけど、なんかいろいろやっぱ頭が難しくなりますよね。サイン書きながら聞きながらさらに聞きながらみたいな感じで頭がこんがらがりながらやってたんですけど、でもすごくなんか皆さんの、メッセージというか気持ちは受け取ったつもりです。本当にありがとうございます。とっても楽しかったです。そしてね、観光も行ってきたんですけれども、着いてすぐ、フライト時間は日本から12時間でシカゴに着くんですけれど、着いて割と午前中だったんですよ。シカゴの時間が、10時とかそのくらい、午前10時くらいで、そこからすぐ観光っていう感じで、シカゴの都心みたいなダウンタウンと呼ばれるところに、行ってきて、車で1時間くらいで行ってきて、初日はウィリスタワーっていう103階まで登って、透明の床が透明のガラスになってて、正面も透明のガラスになってるっていう、なんかちょっと飛び出た場所があるんですよ。なんかそこを見てきました。あ、ツイートしてるやつです。私がツイッターでね、つぶやいたやつなんですけれども、そこに初日に行ってきたりとか、あとミレニアムパークっていう、シカゴで検索したら多分大体出てくるオブジェなんですけど、なんか豆の形した、こういう形状の鉄のオブジェがあるんですよ、シカゴに。そこにも行ってきたりとかして、なんかひたすら写真撮ってました。なんかどこ写真撮ってもなんか映えるんですよね、シカゴって。なんか本当になんか終始ね、なんか私映りながらメイクさんとマネージャーさんに、そこで撮りなよって言われながら、はいって言いながらはいはいみたいな撮影会がねしていただいたりとかして、あとそうだな、観光で言うと博物館に行ったりもしました。なんか本当に博物館が、なんて言うんだろう、あれみたいな、あ、とっさに思い浮かない、あ、映画の思い浮かばない、あ、そう、ナイトミュージアムみたいな感じのそう、どうやみたいなね感じの、博物館で、剥製がねめちゃめちゃ大量にありました。恐竜ゾーンと剥製ゾーンと、なんか中国ゾーンと、なんか宝石ゾーンと、なんかいろんなゾーンがあったんです。インドゾーンとみたいな。剥製が本当になんか鳥とか、なんか熊とか、ありとあらゆる動物のもなんか1万くらいいるんじゃないかっていうレベルで、1万はいかないのかな、でも
1000は軽く超えてる。2000も軽く超えてる。まあ、5000から1万くらいの剥製画の展示があったりとか、まあ、恐竜だとね骨の展示があったりとかして、いやすごい見応えがありました。でも時間との勝負だったんで、その日なかなか時間なくて、でも無理を言ってこうあの観光をさせていただいたので、本当に博物館の中1時間入れるか入れないかくらいだったんですよ。そうなんです。だからこう競歩のように競歩でさっさっさ見た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  OK みたいな感じでとりあえず見たいものから見てってみたいな感じで、いやすごく楽しかったです。もう鹿殺しだよ私はねえ、まあ、約3日間くらいいたんですけれども、本当にねあのスタッフの方々も温かい方ばかりで、本当に素敵な方々に囲まれてお仕事をできましたねえ、楽しかったあ、ご飯とかも楽しめました。ついて2食分ピザ出てきて、ついて1食目ピザで、次もピザでそうアメリカを感じましたねすごくで朝とかはカリカリベーコンとかパンとか、なんか結構あとホットドッグとかも向こう有名なので、ケチャップとかはないんですよね。ホットドッグになんかピクルスをかけて食べるみたいな、あとマスタードとかをかけて食べたりとかして、すごい向こうのね食べ物を味わうことができました。で写真もねちょっといろいろここにも載せるので、ぜひ皆さん見てくださいね。いや本当にね、なんか思い返せばいろんなことがあったなっていう風に思うんですけど、本当に本当に楽しくて、もう帰りたい、もうシカゴにもうシカゴに帰りたいの私あ、さっきの画像を差し上げますよ。え、どれああ、うん、もうね、めっちゃ撮ってきたのよ向こうでめちゃくちゃ撮ってきたね。そう、またねあのシカゴに帰れる日を目指して頑張っていきますので、いや本当にね、このリスナーさんも来てくれたんですよ。そう、あみあみのリスナーさんもいらっしゃって、ぜひねまたシカゴに行けるように頑張りますので、本当にありがとうございました。はー、じゃあメールも読んでいきます。はい、ということで、ペンネーム、あのね、さっきの海外のアメリカのね、イベントを来てくださった方からのメールです。ペンネームにんさんからいただきました。ありがとう。一ノ瀬さんこんにちは。こんにちは、一ノ瀬さんのために18日に、アニメセントラルに行きました。世界の一かなのイラストが好きだと伝えたかったけど、サイン会の抽選で当たりませんでした。あ、可能でしたら今後の個展をシカゴでお願いします。絶対行きます午後の Q&A は面白かったです。日本語を話せる人は意外と多くて本当にすごいと思いました。でも一ノ瀬さんもすごいでした、海外でもテニプリを話しましたからさすがですアニメセントラルに来てくれてありがとうございます。よかったらまた来てください。お疲れ様でした。PS Thank you の発音は良かったです。ありがとう。Thank you Thank you あ、そうなんですよ、向こうやっぱりセンキューじゃなくてテンキューなんで、やったらなんか、ね、お礼の言葉はちゃんと必要じゃないですか。だからテンキューだけが上手くなっていくっていうね。テンキューそうなんです。あ、そっか、サイン会はね当たらなかったのか、残念だな。お話ししたかったです。でもね Q&A に来てくださってたんですよね。いや、ありがとう。いや、そう、海外でもあの私はテニプリの話をしてしまいましたなんだっけ、何の多分なんで声優を目指し始めたのかとか、なんか好きな作品のこととかの出だしでテニプリを話し始めたんだと思いますだからこの兄さんは、あ、またこいつ海外でも話してらみたいな感じで思ってるかもしれないありがとう、めちゃくちゃ嬉しいな。今後ねシカゴでね個展を開けるように、じゃあアニメセントラルで個展開いてもらおう
あ、まずはピザのイラストを描きましょう。なるほどね、シカゴピザのねイラストをねまずは描くのもありかもしれませんね。うん、本当にありがとう。またねお会いできる日を楽しみにしています。ありがとう。はい、そしてペンネームカールさんからいただきました。ありがとう。ここからは前回の山木さんの感想でございます。一之瀬さんこんばんは。こんばんは。前回の山木さんがゲストで来られた回見ました。因縁の編み編み人狼の話から始まり、手にプリの予習を忘れた山木さんが詰められたり、最初に会った時の話や家に誘った話、リベンジするためのエピソードトークコーナーなど盛りだくさんでしたね。中でも手にプリ話が盛り上がり、結構な時間トークが盛り上がったのが、すごく面白かったです。あの後自分も iTunes ストアで丸い文太とニオのデュエット曲を買って聴きましたが、絶妙な距離感の歌詞とメロディーがとてもよく素敵な曲でした。また山木さんの番組にゲストに出てけじめをつける放送も待ってます。おー、ありがとう。ねえ、あ、買ってくれたんだ、ありがとう。そうなんです、めっちゃいい曲なんですよね。あのクラスメートで、そう、同じクラスだから曲が出たっていう感じなんですけど、本当にね、なんか歌詞がなんかすごい面白くて、ぜひ皆さんね聴いてください。はい。ここでも前回もおすすめしたのに、そう、あんちゃんね来てくれて本当に嬉しかったな。いろいろとね、あんちゃんもやっぱテニプリ通ってきたから話ができてすごく嬉しかったし、引き分けってところがねまたちょっとね悔しかったなって思いつつ、次回ねやっぱけじめをねつけなきゃなっていうふうに思っておりますね。はい、あんちゃんの番組にもぜひ行きたいなって思います。そこでねけじめをつけてきますんで、ヤマキアンナとね、ということでありがとうございます。はい、ということでね、まあ、メールの方は以上でございます。本当にシカゴ楽しかったです。はい、ぜひね皆さんメッセージ今後もお待ちしております。引き続き私に聞きたいこと、話したいことなどお便りお待ちしております。一ノ瀬かなの秘密の部屋。ここからはこちらのコーナー、日本全国お便りの旅。私一ノ瀬かなが皆さんからのお便りで全国を旅しちゃおうというコーナーです。現在のテーマはおすすめグルメ情報です。はい、ちなみに私が日本に帰ってきて初めて食べたものってなんだろう、でもなんかアメリカンドッグ食べたかもしれない。本当に何食べたっけなと今パッと思い浮かんだのアメリカンドッグでした。ちょっとねアメリカンを求めていたのかもしれません。はい、ということで早速旅していきたいと思います。ペンネームヤティダユーフィーさんからいただきました。ありがとう。僕は愛媛でみかん農家をやっています。一ノ瀬さんはベニマドンナという品種のみかんをご存知ですか？愛媛だけのブランドみかんで、プルプルジューシーでまるでゼリーのような食感、甘みのあるみかんです。もし食べたことがなかったらぜひ食べてほしいな。昼間農業頑張って夜お酒を飲みながらガンダムな楽しい時間が過ごせるようになったのも一ノ瀬さんのおかげだと思っています。ありがとうございます。愛媛自然が綺麗で柑橘も魚も美味しくていいところですよ。愛媛より愛を込めて。ありがとうございます。あ、愛媛行ってみたい。私みかん好きなので。まるでゼリーのような食感ってすごくないですか？うん、ベニマドンナを作っていらっしゃるってことですよね。奇跡の口どけだって。気になる。美味しそうね。いいですね。確かなんかみかんだけど確かにゼリーっぽい感じもする切り口で言うと。
ありがとうございます。ということで愛媛行ってきました。はい、四国は、あれ四国は、あれ制覇したかも四国。おお、いいですね、すごい、ありがとうございます。いずれ食べる機会があればいただきたいと思います。ありがとう。グルメではないのですが、あ、まあ今回はねちょっと旅系なのでいきますね。続いてペンネーム石切さんからいただきました。ありがとう。かなさんこんにちは。こんにちは。先日約5年ぶりですが三重県鳥羽市にある鳥羽水族館へ行ってきました。ラッコと一緒に人気なのがジュゴンで、メスのセレナです。全長260センチもあるジュゴンですが、日本で唯一飼育されているのが鳥羽水族館なのです。かなさんは鳥羽水族館へ行ったことがありますか？機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2を楽しみにしています。お体に気をつけて頑張ってください。ありがとう。ないです。三重県も多分ないような気がします。私、ジュゴンって日本で唯一、じゃあここしか見れないんですね。確かにジュゴンって水族館にいるイメージないから気になるな。一匹なのかな。ね、メスのセレナ一匹っぽいな。なんか神秘的ですよねジュゴンって。三重県の鳥羽市行ってきました。三重県は2回目ですね。いいな水族館。ちょっといずれね、三重県なら行く機会ありそうですもんね。ちょっと割と近めなんで、いずれ行くことがあれば鳥羽市にも立ち寄ってみたいなって思います。はい、ということで皆さん今回もありがとうございました。こんな感じで皆さんの地元や行ったことのある場所、美味しいお店、ご当地グルメなどお土産情報を教えてください。以上、日本全国お便りの旅でした。一ノ瀬からの秘密の部屋。続いてはこちらのコーナー、チャレンジ一ノ瀬シーズン3。ドゥーン。はい、このコーナーでは私一ノ瀬かながさまざまなチャレンジを行い、声優としてパーソナリティとして成長していくコーナーです。そして現在のポイント数はなんと3ポイントです。順調に溜まってきております。罰ゲームポイントは未だ0ポイントでございます。ということでね、今回も頑張っていきたいと思うんですけれども、そんな今回のチャレンジはこちらです。スーパーウルトラクイズ。はい、あ、まだまだアメリカをこすっていくこの番組、アメリカといえばアメリカ横断ウルトラクイズということで、シンプルにクイズに挑戦します。おお、アメリカ横断ウルトラクイズとは、日本各地から集まった挑戦者たちが知力、体力、時の運を合言葉に、広大なアメリカ大陸を横断しながら1000問以上に及ぶクイズに挑戦し、ゴールのニューヨーク市を目指す番組です。すごい壮大ですね。あ、25年以上前の番組らしいです。全然知らないな私。全然もう初めて聞いた。はい、ということでね、はい、リスナーさんもきっとわからない人いっぱいいらっしゃると思いますね。はい、でも本来は専門チャレンジ、基本専門以上なんですが、さすがにちょっと専門は厳しいので、今回の問題数は全部で5問です。少ない。急に少なく感じる。はい、ということで4問以上正解で2ポイント、2問以上正解で1ポイント、それ以下は罰ゲームポイント1ポイントです。なので2問以上正解すれば罰ゲームポイントを回避することができます。はい、1問ずつ回答していきますが、正解発表は最後に
まとめて行います。うわドキドキする。ということでね、早速始めていきたいと思います。それではウルトラクイズスタート。ケンタッキーフライドチキンはどこの国の企業？アメリカ？はい、続いて、第2問言うの忘れちゃった、第1問柳原、平井からなる松竹芸能所属のお笑いコンビは何ザリガニ？アメリカザリガニ。これは知ってたよ。あ、知ってました。知ってました。第3問、オスカーの名でも知られているアカデミー賞を開催している国はどこ？わ、そろそろ引っ掛けきそう。え、どこだろう、アカデミー。え、でもアメリカ。これ全部まさかえ、なにこれ。第4問、ネバネバする野菜でありであるオクラの別名は何練り？なにこれ。え、もうわかんないからアメリカ練り。第5問、国旗の中に50個の星が書かれている国はどこ？アメリカ？アメリカ。はい、ということで、なんと5問正解で2ポイントゲットでございます。え、すごい、オクラのやつ、いや、すごかった。アメリカ練り知ってましたね知ってたみたいですこの流れだとそう答えるしかなかったんで今回のクイズはアメリカが答えということで、すべて。あ、どこで？え、どこだろう。でも3問目は正直もうなんか引っ掛けあってもおかしくないかなって思ったんですけど、もう分かんなかったんでとりあえずアメリカにしました。まあ4問目からはだいぶもう確信めいたものはありましたけれどはい、あ、このクイズコーナー説明を読めば一瞬で答えがわかる。コーナー説明？ん？あ、ちょっと待って、縦読みね。ああ、25年以上前のスタッフですよ。スタッフさんまだ昔のネタを引っ張ってきて面倒くさそうにスタッフ怒ってもらって、リスナーさんもわからない人いっぱいいますよ。今度から気をつけてくださいね。必ずですよ。確かなんかおかしい文章だなってなんかあれ違和感あったんですよね、文章にはね。アメリカ、縦読みということで隠されていたのか。気づけば全部アメリカですって言ったらもう全部もらってもよかったくらいですよね。あなるほどね。すごいなんかいろいろ仕掛けてきてるはい、まあでも今回はサービス問題ということで無事ね、アメリカザリガニ結構有名ですよねアメリカザリガニさん、はい、さすがね、面白い女として。なので全問正解なので2ポイントつきます。なので5個半分になりましたね。今後もね、ぜひ皆さん惜しかったなすごいサービス問題ですはい、ということでありがとうございました。次回のね、チャレンジ一能性のコーナーも楽しみにしていてください。以上、チャレンジ一能性のコーナーでした。
一ノ瀬かなの秘密の部屋。一ノ瀬かなの秘密の部屋、前半パートはお別れのお時間です。後半は会員さん限定なので、ぜひ会員登録をしてお待ちください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りは番組の投稿フォームから送ることができます。私への質問や話してほしいこと、皆さんの身近にあった出来事など何でも OK です。日本全国お便りの旅では、全国のグルメ情報を、アイラブでは皆さんの大好きなものについて教えてください。最後に私一ノ瀬かなからのお知らせです。テレビアニメ機動戦士ガンダム水星の魔女がシーズン2の放送中です。よろしくお願いいたします。テレビアニメ江戸前エルフにてイスズ役で出演いたします。よろしくお願いいたします。そして6月11日日曜日に大阪上昇ホールで開催される水星の魔女スペシャルトークショーに出演いたします。よろしくお願いいたします。そして朗読劇星降る街2023、7月9日日曜日 B チームで出演いたします。こちらもよろしくお願いいたします。そして最後に8月13日日曜日に開催されるひげを剃る、そして女子高生を拾う、さゆ故郷に帰る北海道凱旋イベントに出演いたします。ぜひ来てください。はい、ということで一ノ瀬かなの秘密の部屋第53回放送、いかがでしたでしょうか。はい、すごくねシカゴの話もできてとっても楽しかったですね。あーシカゴシカゴ、もう帰ってきた瞬間にもうロスだったんですよ。もう帰りたいみたいな感じだったんです。そのくらいとっても楽しくて、ぜひ皆さんも行ってみてください。行ったことない方はシカゴに。はい、ということで、次回の放送は6月15日木曜日の22時30分からです。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は一ノ瀬かなでした。バイバーイ。一ノ瀬かなの秘密の部屋。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。